皆さん、動画をご覧くださりありがとうございます。ゆるポジライフ研究所、高橋涼子です。師走となり、お忙しい方も多いかと思いますが、頑張りすぎてませんか？この動画をご覧いただいている間は、ぜひリラックスして聞いてくださいね。ところで皆さん、10年日記というものをご存知ですか？その名の通り、10年分の日記を書き留めることができる代物なのですが、私は2020年に存在を知りまして、購入をし、翌年の2021年の年始から書き始めました。今ね、ようやく2年分の記録がね、終わろうとしているところです。そしてその日記はこんな感じです。じゃらーん！すごい、とってもね、重厚感のある素敵なパッケージといいますか、製本ですよね。私はこの 10 years diary 10年日記をですね、書き留めておりまして、書き始めてからね、すごく嬉しい変化があったので、今日はこちらをご紹介したいと思います。私は目標を決めて、それに向かって進んでいく、努力していくということが結構好きなタイプなんですけれど、でも、そうですね。まあ私の人生いろんなことがあったんですけれども、結構ずっと長い間ですね、努力はしているんだけれど、同じところをぐる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 回っているような印象で、ちょっと前進できてないんじゃないかなと感じることが多かったのですね。で、そんな時にこの10年日記に出会いまして、ちょっとチャレンジしてみようかなと思ったんですが、自分のね、人生を客観的に見てみたい。それから、俯瞰してですね、長期的な視野で見られるようになりたいなと思ってチャレンジしてみました。そうするとですね、まだ2年分しか書けてはいないんですけれど、それでも自分が想像していたより、自分が、気づけていたよりも、結構成長できている部分があったりとか、逆にここはいつまで経っても変わらないなっていうところがあったりして、そうですね、それがいいとか悪いとかではなく、客観的事実としてそういうことがあるんだというのを知ることができました。そうすると、思ったよりも成長できているんだ、ちょっと時間をかかっているけれど、自分が目標としていたものには確実に進んでいるんだっていうこともわかることができたので、安心もしましたし、逆を言うと、そこに行くためには必要なかったこととかも結構あるなというふうに感じて、じゃあこれからは、その中からね、どれかやめるものを決めて、やめた分、もっと集中的に進んでいけるようなものに対して時間を割いていこうというふうに思えるようにもなりました。なので私にとっては10年日記すごく、意味のあるものだったし、これからももっとね、活用していきたいなと思っているものなんです。もし皆さんや皆さんの周りの方で同じようなことで悩んだりつまずいている方がいたら、10年日記始めてみると面白いかもしれません。今日は私なりの、この10年日記の活かし方、書き始めてみてよかったって思うことと、書き方のコツをお話ししたいと思います。よかったら最後までご覧ください。それでは本編、スタート。それでは10年日記を書き始めてよかったことと活用方法についてです。まず私は、日記を書くのは好きな方で、いろいろなタイプの日記書いてきたんですけれど、10年日記というのは初めてだったので、書く前にですね、自分なりにルールを決めました。それは、年頭に所感というのを書くページがありまして、今年1年どんな風にしたいかなというのを書くページがあるんですね。でそれに沿って、毎日ですね、いろんなことがある中で、こうだった、ああだったっていうことを記録していくとともに、なるべく
ポジティブなこと、嬉しいことを書き留めるようにしました。もちろんね、反省点なんかもあったりするんですけど、反省点を書くにもポジティブな書き方にして書き留めるようにしました。そうするとですね、1年経った頃にはですね、いっぱいね、嬉しいことが増えました。でも正確に言うと、きっとそういう嬉しいこととかポジティブなことって毎年同じぐらいあったと思うんです。でも記憶に残ることはちょっとね、大変なことだったり辛いことだったり、ちょっとね、人と意見が合わなくて、うまくいかなかったりして落ち込んだ時とか、そういう記憶の方が結構ね、脳みそに鮮明に残ってしまっていて、思い出すことが多かったんですね。でも、ポジティブな言葉に書き換えるようにしたり、自分の中でもね、嬉しかったことはね、特に必ず書くようにね、心がけていました。そうやって書く内容がどういうものなのかっていうことによっても一生懸命ね、蓄積していくものなので、1年後、2年後、10年後ってすごく大きな変化があると思います。私にとってはその嬉しいことが増えて、でまた1年後にその嬉しいことをまた振り返ることができるので、どんどん嬉しいがね、増えていって、よし、確実に進んでいるぞと、ちょっとここはダメだったけど、そのダメだったところもちょっとずつは良くなっているぞ、全部ね、ポジティブに捉えることができると、さらに努力していくね、エネルギーもこう湧き出てくると言いますか、すごくね、いい循環に私の場合はなりました。特に悩んだり落ち込んだりすることはもちろんあるんですけど、以前はそれに対して感情的に、ああどうしてこうなってしまったんだろう、あ、なんであの時こうしちゃったんだろうというふうに無意味に悩んでしまって、その時間を浪費していることも結構あったんですね。で、ちょっと心のない言葉を言われたりすると、なんであの人あの時あんなこと言うたんやろかって思ったりして、それを考えても何にもならないのに時間だけがね、過ぎてしまうということが結構あったんですが、今はそういうことがもうほとんどなくなって、何かね、大変なことというか辛いこととかうまくいかないことがあったとしても、それは客観的にこういうことがありました、で、私はどういうふうにしたらよかったかなっていうのも、その10年日記の中で完結させちゃうんです。特に嫌なことがあった時には必ずもう書き出しちゃって、これは私にはどうすることもできないことだった、忘れようって思ったり、これはこういうふうにすれば解決できたかも、改善できたかも、避けられたかも、じゃあ今度会った時にはこういうふうにしよう、で、それでも終わりにするんです。よし、このことについて悩むのやめた。で、そういったことを一つ一つきちんと区切りをつけていけるのが、この10年日記の私にとっては生かし方になっています。で、そうすると1年後に、あ、こういうことで悩んでたんだ、でも今は全く悩まなくなったっていうのも分かるようになって、本当にこう自己成長につながるね、素晴らしいツールだなって感じています。もちろん、目標っていうのは私の場合今結構いろんなことを勉強したり推し進めているのでたくさんあるんですね。簡単に言えば今の新しい事業を立ち上げようとしていたり、英語の勉強も改めてしていたり、DTM の勉強もしていたり、それからもちろんいろいろなね、そのトゥードゥ管理だったりとか時間管理だったりとかも毎日しているし、健康のね、管理のためにどうしたらいいかとか、もちろん歌のね、練習とかもしているし、作曲もね、ほとんど発表はできていませんが、日々ね、実は行っていて、その曲のね、種をね、一生懸命こう蓄えたりしていたり、本当にいろんなことをやっているので、そういったこと一つ一つに対して目標があるので、全部を10年日記でね、管理しているわけではないんですが、ただ、そういう目標の一つ一つも管理しながらやっていく上で、長い目で見ることができるようになったんですね。
なので以前は数日とか1ヶ月とかすごく短いスパンで、ああできなかった、これもまたできなかったって思っちゃうことも、1ヶ月目はこうだった、じゃあ2ヶ月目、3ヶ月目、半年後はよしそれならいいねっていう風に、成長も試行錯誤も長期的な視野でね見ることができるようになったので、あまり焦ったりすることもなくなりましたし、長期的に見れば確実にね一歩一歩進んで確実に身についているということもね自分で実感できますので、そのやり方が私にはとても合っていました。もしかしたら皆さんの中でもね、結構短期的にね目標とか、を掲げて頑張るけど、まあ、例えばすごく簡単に言うとね、ダイエットしようとか、何かのね資格試験ね頑張ろうって思ったりしても、1ヶ月でやるぞって思っちゃうと、もう毎日いろんなことがある中の1ヶ月って本当にあっという間だと思うんですね。そうするとできなかった自分を責めてしまったりして苦しくなっちゃうこともあるかなと思うんです。私もそうだったので、でそういったことをもうちょっと長期的にね考えられるようになるとすごく心が楽になるので、めっちゃおすすめです。で肝心な書き方ですね。めっちゃいいのは分かったけど、毎日書くの大変だし、なんかね日記とか書いたことないよっていう方もいらっしゃるかもしれません。私の場合はもともと日記を書く習慣があったので、しかも結構いろんな日記を書いてるんですね。人生トータル的な日記と、まあ音楽についてとか新事業についてとか、結構カテゴライズされてて、まああとは健康管理かな。だいたいこれぐらいのカテゴライズなんですけど、でそれぞれに対して、まあ、目標を決めているので、それに対してどういうね、時間を過ごしたとか、今回こうだったとか、今日は何をやったとか、書いて、でそれに対してこういう風に思ったみたいなのを書いて、次はこうしようっていう先に向けてのねことなんかも書いたりしていました。なので10年日記は割と始めやすかったですね。でも心配しないでください。まずね考えてからやり始めると何も始められないので、やりたいと思わなかったらもちろんやらずに大丈夫なんですけど、なんかちょっと面白そうだし、今のね現状をちょっと打破したいなって思ってる方がいたら、チャレンジされるとねすごく面白いんじゃないかなと思うんですね。でそんな時ですね、ここはゆるポジライフ研究所ですから、ゆるりとポジティブにですね、まったりと書き始めてみられるといいんじゃないかなと思います。でこの10年日記いろんな形があると思うんですけど、多分ページの構成はみんな似てるんじゃないかなと思います。 A4 の1ページに10年分ね書かれていて、私の場合は自分で決めるんですけど、2021年からスタートしまして、でそこからねどん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 、日記を書いていくわけなので、実は1日分ってそんなにスペース広くないんです。で別に3行分あるんですけど、全部書かなくてもいいんですよ。1行だけでもいいので、書いてみるっていうことをねまず始めるといいんじゃないかなと思います。それから毎日毎日書かねばと思うのも思う必要はありません。私も結構ね空いちゃうことがあります。でもその空白もまた一つの記録なんですね。この時期は忙しくって全然書けなかったな、じゃあ次は忙しくても書けるようにどうしたらいいのかなとか、逆に結構毎日ちゃんと書いてるなっていう時もあって、そういう時はいろいろ嬉しいことがあったり、こう充実していて書きたいことがある時なんですね。そうするとああこの時期は充実してたんだなって後から振り返ってみられますし、で、私の場合は、そういう中でもやっぱりなんか一言でも書くと次につながるなっていうのを実感しているので、今は一言でもいいから書くようにしています。なので、冒頭に申し上げたように、ちょっとね人生に迷っているなとか、なんか空回りしているな、何を目標にしていったらいいかわからないな、そんな方はですね10年日記始めてみられると面白いかもしれません。よかったら
一緒に10年日記書いていきましょう。というわけで、本日は10年日記面白いよというお話でした。ちなみに私が10年日記を始めたのは37歳の時。現在38歳で、10年後は46歳になっているようです。この10年ね、約10年ですね。私の人生がどんな風に変化していくのか、そして今ね、やろうとしていることがちゃんと形になるのか、とても楽しみであります。そしてこのゆるポジライフ研究所は10年後、果たして生き残っているのでしょうか。どうなっているかはわかりませんが、続いていけるように精進したいと思っています。皆さんぜひ見守っていてくださいね。そのためにもお互いに心と体を大切に生きてまいりましょう。2022年も残すところ1ヶ月を切りましたね。年内にもうちょっとだけ YouTube 投稿できるようにと思っておりますので、よかったらグッドボタン、そしてチャンネル登録もお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。高橋涼子でした。